雨は必ず止みます。慌てず騒がず、この忍野祭を悠然と楽しんでいただきたいというふうに思います。祭りの魅力と言われますと、昔から皆さんから引き継いできたやりふりを軸にして、それに本当に大事なものは残す中で新しいものを加えていって、今回も12万個のペットボトルのキャップで、やっこさんのアート、キャップアートを披露していただきました。来年はまた新しい感覚のも何か求めていきたいと思うんですけど。